はいどうも皆さん、ゆはばんはゆはいチャンネルのはいです。ということで今回なんですけども、僕のレシールね、使っていきたいと思います。この銀界の守護者ルッキラレシールなんですけど、相手の進化クリーチャーはタップしてバトルゾーンにね置かれるという能力で、今ね第8弾環境のエクストラパックが追加されてから、もう進化クリーチャーをね使ったデッキがほぼほぼなんですよね。まあ、フェニックス全般ではね、まあ、このデッキでも使ってるビーナスラセイントマザー、マーキュリーギガブリブリザイモン、プルートデスプリンガー、ここら辺の今使われているフェニックス全部進化クリーチャーなんですよ。あとカウンタードラゲリオンのアポルンスもね進化クリーチャーですし、あとティラノドレイクのドルザバード、ボルガウルジャック、アークセラフィムのソルダリオス、そしてジャックバルディ、クイーンメイデン、ほぼ進化クリーチャー環境なんだよね今。なんでこの銀界の守護者ルッキラレシールでメタリながら、そしてビーナスラセイントマザーで破壊耐性を作ることによって、お相手師匠に進化クリーチャーをほぼほぼ封殺していくと、完封して、こっちはねビーナスラセイントマザーのビートをね刻んでいくって感じはね、ラウラギガを採用することによってかなりね早めに安定してビーナスラセイントマザーを着地することができるんで、まあ、ビーナス着地させてからのルギラレシール、これをねすれば今の現環境デッキはねほぼほぼね手足出ないということで、かなりね環境に刺さってて勝てるデッキとなってますので、ぜひとも皆さん作ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもねお待ちしております。では早速試合の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さ、ここホーリースパーク置いて2ターン目に、ね、ジャンボアタック出してきて、さ、私はデーモンハンドですね。さ、ここホーリースパーク置いて2ターン目サーボルト置いてジャンボアタッカー、3ターン目フェニコラーラって動いていければかなり強いかな。まあ、でもビーナスルセントマザー1枚引き込んでるんで、フェニコラーラを出す必要性がなさそう。スーザーで結構早めのデッキなんで、サーボルトを出していきたい。であればここフェニコラーラ置いてサーボルト、次のターンにまたサーボルトでジャンボアタッカーガトリンガーでドローしながらビーナスラセイントマザーの着地を見せていくで、さ、ダンジェンにザッキーをしっかり引いて、さ、竜王のキラー、さあ早めのデッキですね。まあここでもサーボルト置いてくることによって、お相手じゃ多分ね盾詰められないんで、さあキャプテンミリオンパーツ、さあこれもかなり強い、かなり盤石だね。ジャンボアタッカー置くか、ここジャンボアタッカー置いて、さあサーボルトかなりブロッカー並べてって、次のターンキャプテンミリオンパーツ出しながらガトリンガー出していく。さあこの動きがかなり強い。ピラミニオンとかね本当は引き込んできたかったけど、キラゼスクドラグーンがかなり強いね。だからビーナスを着地させていきたいね。でお相手氏は4ターン目なんだと、4ターン目何が来る、キラゼスクがまあ割と理想ムーブの形だよね。で、5ターン目にボルガウルジャックがかなりきついね。さあ、竜音のスーザではなくて疾風のスーザ。こう殴っては絶対に来ないと思うから、パスと。さあ、これガトリンガー引いてきたんで、ガトリンガーを置いていきましょう。キャプテンミリオンパーツ。で、次のターンにガトリンガー着地させて、ドローしながらビーナスで、ビート刻んでいくって流れがね、ほんまスコスコ丸って感じなんだけど。さあ、ジャンガジャンガ。で、5ターン目に出てくるのが多分、竜音のスーザー。あ、やっぱドルザバードか、強い。ドルザバード強いから殴ってくんのかな。そしたら、これ、ビーナスラセイントマザーで殴り返せるんで、むしろ殴ってきてほしいな。で、ビーナスラセイントマザー2枚目。我が国欲をここは食らいましょう。ここは食らって、何か K コストのジャンバタコッケ。我が国欲をね、ここら辺は多分殴ってこないと思うんでさ、ジャンボアタッカーで、ここでピラミリオン置いて、ジャンボアタッカー、ジャンボアタッカー、ビーナスラセイントマザー、さあここで決め込まれていく、いきましょう。進化ギャラクティーボルテックス、ビーナスラセイントマザー、盤石ボザ、盤石の着地。さあこっからね組み立てていきましょうと。さあ、ビーナスラセイントマザー、ドルザバード上から取ることが実現可能となってくると。で、お相手地トップオブザレック何でもきついんじゃないか。ボルガウルジャックでもビーナスラセイントマザーで無効化にされる。で、俺は次ガトリンガーで大量のドローが見込める。さあ、抱き手ドラグーン。まあ、だがね、ここでまあ、いくらかメテオバーン、ビーナスラセイントマザーのメテオバーンを剥がしておかないと後々きつくなるという素晴らしきプレイングですね。さあ、だがここ多分殴っては来れないでしょう。さあ、ここで、しっかりとルッキラレシールをね、引くことによって、お相手氏のドルザバード、ボルガウルジャック、一生タップされておかれますね。さあ、ここトリプルブレイク詰めましょう。
さあ抵抗は無駄よ。さあトリガーで何を引く。さあデーモンハンド、そしてまた1枚剥がされていく。だがビーナスのセイントマザーのメテオ版、ここで盤面残して、次のターンにまたビーナス着地で勝ちかな。これはドルザバードタップしておかれるのかなりきついでしょう。ドルザバード引き込んだとしてもタップしておかれる。ボルガウルジャックも一面しか剥がせないけど、ビーナスラセイントマザー能力でブロッカーは弾かれない。さあかなり盤石の試合展開、こっから終わりだし巻くことができるかと。そしてもう一枚のビーナスあるんで、次にこのルッキラレシールとキャプテンミリオンパーツサーボルトに乗っけて、もう安全の着地だね。多分あれでしょ、これ多分ブロッカーとかのトリガーは入ってないでしょ、さすがに。さすがにね。で、ロミナスからさ、何が織りなしてくるかと。でも、そっか。スーザでスピードアタック空いてるから、結構打点的には足りてる ?1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ギリ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 。俺トリガー引かなかったら結構危なかったな。いや、スーザは結構侮れないね。ルッキラレシールをしっかりと引いてなかったら結構危なかった。さあ、ここでホーリースパーク。引いてきたね。まあ、ホーリースパークでね、盤面全ジョリーなジョリーしてもいいんですけどさ、ここホーリースパーク置いてさ、ここはね、安全に行きましょう。進化、ギャラクティ・ポルテックス、ビーナス・ザ・セイント・マザー、2枚目。盤石オブ・ザ・盤石のね、ここ着地見せまして、トリプルブレイク。するときに対戦、ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますとさ、ルギラレシール、ガトリンガ、ピラミニオン、ピラミニオン、フェニコラールとさ、パルティノ。さあ、アーク・セラフィムデッキですね。さあ、ビーナス・ザ・セイント・マザーもしっかりと引いてきた。であれば、ここは、ピラミリオン置いて、まあ、3ターン目にフェニコラール出したいけど、2ターン目サーボルとか、ジャンボアタッカーかラウラゲが欲しい。でも、アークセラフィムデッキには、かなりこのね、ルッギラレシールがね、刺さっていくんで、ルギラレシール出しながら、結構ね、試合展開作っていきたいと。さあ、プリウスライザーで2ターン目に鼓動するスケマンさ、しっかりとマナ加速。そうするとね、ルギラレシール間に合わないね。恐れまで出てくるさ、ビーナスラセイントマザー2枚はいらない。で、次のターン、ガトリンガー置いて、フェニコラール出すしかないね。でも、ビーナス持ってくる確率、かなり天文学的数字になったな。で、お相手氏の3ターン目、4ターン目が実質。実質4マナ。で、進化の化身で、持ってくるのはソル・ダリオス。この、これ的にはもう間に合う可能性がほぼない。さあ、3ターン目、ピラミリオンを引いてきて、ガトリンガー置いて、さあ、実家とフェニコラーラ。先行取りたいよなこういうアークセラフィムデッキ相手には。で、ビーナスをしっかりと回収してきますが、で、4ターン目ピラミリオンで、まあ、ワンチャンビーナス間に合うか間に合わないかって感じになってきたな。さあ、ソルダリオス置いてきた。あー、で、カイ・バデスさんですね。で、パンプアップ。ソルダリオス2枚持ってそうだなこの感じ。さあ、ジャンボアタッカー。であれば、ピラミリオン置いて、さあ、ピラミリオン。で、まあ、サーボルトかな、出すのは。で、出すのがお相手し、パルティノンっぽいよね。さあ、サーボルト。で、次のターン、ジャンボアタッカー出しながら、ビーナス・ラ・セイント・マザー着地させて、ルギラ・レシールかな。それか、このターン、ソルダリオス来なかったら、来なかったら、次のターン、ルギラ・レシール出したい。あ、来るよな、聖帝ソルダリオスがね。しっかりと、来るんですけど、次のビーナスでソルダリオス破壊しながら、次ルギラレシールで2枚目の進化クリーチャーメタリながら勝っていきたい。これがかなり理想だね。でもダブルブレイクして出すのは多分パルティノンぐらいでしょ、出したいのは。きっと多分出したいのはパルティノンぐらいだと思う。おっと、殴ってこない。ここまさかの殴らない選択肢。まあ結構その選択肢はいいんじゃないか。さあ、何から目線やねんで、さあ、しっかりとここ、ジャンボアタッカー出して、ビーナスラ・セイント・マザーを、盤石オブ・ザ・盤石の着地を見していきたいが、まあ、ここ、ブロッカー残すタクはかなりありだよな。でも、打点残していきたいから、1枚。であれば、まあ、どうすかな。ここ乗っける札がかなりあれだな。であれば、ジャンボアタッカー、ジャンボアタッカー残すか。ジャンボアタッカー残していきましょう。ビーナスラ・セイント・マザー、しっかりと着地していく。行きましょう。シンク、ギャラクティ、ボルテックス、調子で、ビーナス・ラ・セイント・マザーで、ここはトリプルブレッキングしてきて、おばあちゃんも打点足りてないんで、さあ、トリプルブレイク。で、次のターンにルギラレシール着地させて、2枚目の進化クリーチャー目立っていきたいんだけど、ただ、しかし、ルギラレシール出す前に、この次のターンで決着つきそうまであるぞ。多分。
ホワイト氏の、まあでもルブールが出された時にきついかなぐらいで、それ以外はさ、アルバトロスさん。アルバトロスも入ってんだね。結構かなりよりどりみどりな感じで、プリウスライザー。プリウスライザーで何を、プリウスライザーで持ってくるのは何なのかと。さ、ラディアだよな。でもラディアで、だからラディアちょっと遅かったんじゃないか、一旦。こっちの、多分ビーラサラセイントマザーの着地があまりにも早かったので、ホワイト氏は困惑気味だな。さんでソルダリオスから多分ラディアか。パルティノンっぽいけどな、ぶっちゃけ。あ、ミューズルブールなんだ。あ、で、ジャンボアタッカータップしながらってことか。でもこのタップはあまりにも、あんま意味ないよな。だったらパルティノの方が良さそうではあったけど。で、まあ、さ、ここしっかりとメテオバン発動で、なんかルブールが怖いな、ルブールが。ルブールがそれにしても怖い。キャプテンミリオンパーツ。じゃあミリオンパーツ置いて、あーどうしようかな。でもこれフェニコラールミリオンパーツ。まあでもルギラレシールだな。ここはルギラレシールで、しっかりと次のね、ソルダリオス牽制しながら、トリプルブレイク。で、シードトリガー発動で、ルブール、ここでね、ルブール来ちゃうよな。強いわ、このルブールは。んで、次の、でもまあまあまあ、進化クリーチャーはルギラレシールで耐えられる。で、打点は打点は足りてんだよな。うん。打点は足りちゃってるから、困るな。打点は足りきるけど、ソルダリオスでブロックしながら、いや、ルブール強えな。ここでルブール引き当てられちゃうかって感じだけど。だけど、こっちもトリガーとしてはホーリースパーク1枚も見えてないし、ルブールも1枚も見えてない。さあ、カイ・バデスでブロッカーでしかワークスラッピングすべてアンタップというチート能力。で、ソルダリオスでダブルブレイクするときに持ってくるのは何なんだろうか。ここで、あ、でもまあ、パルティノン。で、しっかりと、ドローを回収しながら、アガピトスワガメ。崇拝する会会長。だから、このダブルブレイクは、食らえないね。ブロックしましょう。このダブルブレイクは食らえない。で、ピラミニオンの、ピラミニオンじゃないわ。ヴィーナスのメテオバーンで耐えて、ここの4枚ブレイク。1枚トリガー、あ、でもあれか、ルブールじゃダメだ。でも、1枚ホーリースパーク見えてないから、ホーリースパークで耐えるプランはな、全然ある。全然ありますよ。いや、ルブールトリガーは強かったな。あいそりゃそうだよ。ホーリースパーク1枚も来てないんだよ。さあ行きましょう、ホーリースパーク。さあ、これですよ。いや、運ゲーオツじゃないんですよ。これはもうホーリースパークをね、引けずにして引いたから。さあね、ジャンボアタッカーで、ここもミリオンパーツ出して、ブロッカー封殺しながら勝ち。さあ、ヴィーナスラセイントマザーでダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますとさ、ガトリンガー、ミューズルブール、スパーク、ピラミリオン、ラウラギガと。さあ、ならば1ターン目にラウラギガ出して、2ターン目の動きがめちゃくちゃ惜しいさ、呪いティラーの贈り物、このデッキの天敵なんだよな。で、しっかりとルギラレシール引いてきたんで、ホーリースパーク置いて、ラウラギガ。このね、ルギラレシール、これが刺さるデッキなのか否かだね、相手のデッキが。さあ、終わりでしょ、2ターン目、サーファー。サーファーか。で、フェニコラーラ引いてきたのはナイス。であれば、ルブール置いて、次のターンガトリンガー置いて、フェニコラーラ4ターン目ピラミリオンで動いていければかなり強いかな。フェニコラーラでヴィーナスラセイントマザーを持ってこれるか持ってこれない。グランドデビルデッキか。グランドデビルデッキなんだ。火入ってるのか。アルゴバルディオルは、グランドデビルデッキだよな。さすがに。であればここガトリンガー置いて、さあ行きましょう。フェニコラーラと。エネルギー反応しっかりと確認してってさ、ヴィーナスラセイントマザー回収で、4ターン目ピラミリオンからのジャンボアタッカーで、ヴィーナス着地させてからルギラレシールで、このギガブリザードとか進化クリーチャーの受けを完璧に作っていくプランニング。さあ、メディカルアルナイルからのウェバリス。強いね。さあ、ヴィーナスラセイントマザー2枚目。さあ、ここホーリースパーク置いてピラミリオン。さあ、ピラミリオンから織りなすハーモニーは何だと、ジャンボアタッカーでいいでしょう。さあ、ジャンボアタッカー。で、次のターン、ヴィーナス着地させて、このルッキラレシール出していきたいと。で、お相手氏の5ターン目は何だと、ネプチューンストロームとかが来られるとかなりきつい。撃滅も入ってんだね。やっぱグランドデビルデッキ、やっぱ日々進化してるな。
で、ビーナスラ・セイントマザー置いて、そしてラウラギガ。で、ビーナスラ・セイントマザーに乗っけていきましょう。まあ、ジャンボアタッカーは残してても、なんか、意味はありそうだけどなさそう。でも、まあ、打点、まあ、乗っけていきましょう。ジャンボアタッカーに。さあ、いきましょう。進化、ギャラクティ・ポルテックス、超新星。ビーナスラ・セイントマザー。で、次のターンにルギラ・レシールで、お相手氏の進化クリーチャーをバチコレと目立っていける。多分これ、ベーバリスでブロックしてくるでしょう。で、アルナイルの能力でしっかりと、ハンドに戻っていく。これ2枚破って良さそう。正直。さあ、こう2枚破ってって、ビーナス圏内にゼガヒレを持っていきたい。で、お相手し、次のターンブロッカー並べるとかしないと結構きついと思うんで、で、次のターンルギラレシールだね。で、ロミナス。このね、ルギラレシールはね、かなりきついと思うよ、お相手し。さあ、サビになると、さあ、ウェバリスで、このね、ブロッカーがね、結構出てくるのが強いね。さあ、で、引いていくのはまだまだルギラレシールで、ルギラレシール出しましょう。さあ、これでお相手氏の進化クリーチャーは殴ってこれませんよと。さあ、ベバリスでブロック。いやー、このね、ベバリスの無限ループがめちゃくちゃ強いけど、ここら辺のピラミリオンとかでも打点稼ぐしかない、これは。ベバリスだけじゃ耐えられないよっていうことをね、教えてあげましょう。さあ、ワンブレイク。さあ、お相手トリガーも引かないと。で、マーキュリーとか着地させてもね、このルギラレシールで打点とか一気に詰めてくることはほぼ不可能なんで、で、メッツ出されてもここら辺の打点は処理できない。で、次のターンまたまたルギラレシールで盾追加することによって、盾は追加しないか。ブロッカー追加することによって、お相手者はこの5枚のシールド。しかもメテオパン1枚も剥がれてないでしょ、ビーナス・セイントマザー。それがね、かなり強いですね。さあ、盤石だね、これは。かなり盤石。さあ、アクアサーファー。で、ビーナスとセイントウォーザーのメテオバンでバッチコールと弾き返していく。で、ウェバリス。で、ここで立て。で、これも打点足りてるから。いや、打点が急に足りなくなった。急に足りなくなったな。で、キャプテンミリオンパーツ。さあ、これなんですよね、さあ。グレートメカオ以外はね、ブロッカーの仕事をしませんよと。さあ、ワンブレイク。で、これでまあ、トリガーあっても、ビーナスの能力で破壊されないということで、ビーナスでダイレクトアタック耐性。ありがとうございました。はい、ってことで、対戦の方よろしくお願いします。さあ、ここ、ホーリースパーク、バルゾ、ミリオンパーツ、ルッキラ、レシール、サーボルトで、始まったね、オープニングハンドなんですけども、さあ、お相手氏は何をマナに置いてくるか否か、美味しい給食を食べながら、ね、静かにご覧くださいと。さあ、デーモンハンド。なんで、ミューズルブールか。んで、ルブールをは、まあ、バルゾを置いて、2ターン目サーボルトでも、良さそうだけど、お相手し、このデーモンハンドだけじゃ何デッキか分かんないね。さあ、サーボルト。ピラミリオン欲しいな、ピラミリオンが。で、お相手し、次のターン、エナジーライトを置いてきて、さあ、フェニコラーラかなり強いね。じゃあ、ルブール置いて、フェニコラーラ出して、4ターン目にミリオンパーツ。ここでね、ビーナスラ・セイントマザー複数持ってきてほしいわ。ってことで1体持ってこないと。複数持ってきてほしいってか、まあ、1枚しか回収できないんだけど。で、お相手氏の3ターン、まあ、エナジーライト置いてたんで、なんかエナジーライトをもう1枚ぐらい持ってそうだけどな。で、お相手氏のこのデッキは何なのかと。エナジーライトとデモハンだけじゃちょっとね、まだわかんないような。インフィールドゲートゲートサファイアであればロストチャージャーかな。さあ、ロストチャージャー打ってきて、ただここキャプテンミリオンパーツが耐えられそうだね。であればルギラレシールはそんなに刺さらなそうだね。であればここルギラレシール置いてキャプテンミリオンパーツ。で、次のターンにラウラギガとかくっつけばビーナス最速着地で行きたいけど、ちょっとここ殴りたかったな、1枚。1枚殴りたかったけど。まあ、殴る必要性もあんまないか。で、次のターンに何が来ると。まあでもビーナスは別にそこまで、お、ダークサラマンダス。久々に見たな。あ、で、スパイラルスライダーでフェニーク、あ、キャプテンミリオンパーツを戻してくると。オッケーオッケー。であればトップオブザデック、ルギラレシール引いてきたんですけど、ここはキャプテンミリオンパーツでご利用していきましょう。超繊細なボディを
だからここね、ガトリンガーとか欲しいね。ガトリンガーか、まあもう一枚のフェニコア、ヘリオスティガ。ダークサラマンダースティガか。次のターンティガ来そうだね。すげー、このビーナス落としはかなり効いたぞ、俺の中では。さあ、フェニコラーラ。強い。フェニコラーラでビーナス持ってきたら100点だよ。100点。はい、100点。100点満点、ピンポンパンポン、キンコンカン。さあ、ここでフェニコラーラで行きましょう。進化、ギャラクティ、ポルテックス、ビーナス、セイントマザー。これがトップオブザデックの力の持ち主だと。右でシャイニングフィンガーの持ち主。さあ、ここでトリプルブレイクしていきましょう。これがね、シャイニングフィンガーだと。で、次のターンに、まあ、ヘリオスティが着地されても勝つんで、めっちゃ勝てるな、このデッキ。さあ、6ターン目お相手し、これも、ミリオンパーツかビーナス、どっちか処理しないときつい。だから、ブロッカーを置くしかないんだよね。だけど、このデッキ、ブロッカーとか入ってなさそうだもんな。であれば、勝ちですかね。これはもう、カチカチ山のタヌキさんですよ、これは。だが、しかし、まだ7ターン目迷ってる。だから、俺も油断はできない。水分に入ってるからね、ブロッカーないとは、早計ですよ、この段階で決めつけるのは。だが、しかし、あ、インフィルのゲートでサファイア出してくる感じかな。サファイア出してきますが、ここは、まあ、メテオバーン発動でね、バチコルと勝ちでしょう。まあ、ここはブロックしなくていいです。さあ、行きましょう。メテオバーン、発動。ヴィーナスラセイントマザー、しっかりとメテオバーン発動して、トリガーでなんかジャラとかあったら嫌だけど。まあ、で一応ルギラレシール出して勝ちかな。さあ、もうトップフェニコラーラで全てが変わったね。さあ、トリプルブレイク。さあ、ということでミリオンパーツでダイレクトアタック対して、ありがとうございました。はい、ってことでね、僕のレシールいかがだったでしょうか。やっぱりこの銀界の守護者ルギラレシールはね、めちゃくちゃね、環境に刺さってる。でもね、5コスっていう点がね、まあ、シンパシー付きのフェニックスにはちょっとね、遅い展開とかもあったんで、これにちょっとね、自然マナとかね、追加して、早めにルギールとか、ルギラレシール立てるっていう動きも強そうなんですけど、まあでもね、進化クリーチャーだけのデッキではないんで、そうするとね、やっぱこうラウラギガからのヴィーナス、最速着地のビート、この勝ちプランもね、かなり取れれるので、まあ結構臨機応変にね、勝てるデッキかなと思います。ということでね、ぜひとも皆さん作ってみてください。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンもね、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。